ヘアピン席、相席に来ていました、うん、でヘアピンプラスがよく分かんなくて、この相席にやっぱりこの前にあるこのボックスがヘアピンプラスなんですね。いい場所だよね。いい場所だね、やっぱりここはね。ここはヘアピンプラスオプションを持ってる人じゃないと入れません。カメラマン席を狙うんだったらこのプラスはやっぱりつけたいね。つければよかった。撮れたんだっけあの時。撮れなかったんじゃなかった、ヘアピンプラスは。あれ撮れなかったんだっけ。どうだったっけ。売り切れちゃったんだっけ。オプションでつけるつけないみたいなとこは出てきたけど、いや多分つけれたと思う。つけれたのか。ちなみにこの今は今日はヘアピンプラスに入れるんですけど、こんな感じで常設相席ですね、常設の席の下にこういうスペースがあります。今私身長169センチで、まあだいたい自分の口元に iPhone 持ってきてるんですけど、どうですかこれ。フェンスが胸元よりちょい下ぐらいかな。あ、ちょうど自分の顔の前でカメラ構えたらバッチリ見えます。これ今広角にしてるから結構広く映ってるけど、どうだろう、距離でいうとコースまで50メートルないかな、30メートル40メートルくらい、めちゃくちゃ近いです。あ、ちょうど、お、撮影してますね。F1 の公式さんかな。でなおかついいのは、ところどころにこういう穴が開いてます。窓が開いてるんでかなりローアングルで、これどれぐらいだろうな、そこの目の前のこの辺から高さ2メーターあるかないかぐらいのところにレンズを持ってくることができます。近い。ねえ、それぞれエンジニアさん、これどこのチームの人たちなんでしょう。どう？ここいいね。ここいいよね。ここで撮りたかった。ねえ、これなんか今からここのプラス席のチケットって手に入らないのかね。ねえ、向こう側が入れる場所なんだもんね。そうだね、向こうのヘアピンのカメラマン席、カメラマンエリアにちょっと一回行ってみますか。行ってみましょう。はい。